この装置を起動させれば世界の融合が始まる。この世界は究極の RPG として作り上げたものだ。勇者ども、貴様らと相まみえる日が今から楽しみだ。あの機械は世界と世界をつなぐ一種の転送装置だったみたいで、この世界にも同じ装置があって、それを手に入れればモンスターが出てきたあのお城が怪しいじゃないですか。とりあえずケロの正体出撃。みんなで一丸となってこの難局を切り抜けるであります。僕たちの結束は永久に不滅です。貴様らそれくらい我慢せんか。今は目の前の敵に集中しろ。どれほど強くても人は一人では戦えないものでござる。ああやられた。キュキュキュン。その門を開くためには伝説の3つの装備を集める必要がある。そんないかにもロープレ臭い。行くのか、あの子を助けに。逃げた方が良くないですか。狙いは里の神器か。今の僕にお前たちと話をしている暇はない。キロの正体突撃。悲しいけどこれ戦争なのよね。ごめん、打ち取ったり。まだ終わらんよ。カチャーいいんですよ、カチャー。エンドロピロロバースト。上等だこれ。あらあら、お客様ですこと。新たな伝説の装備がある限り、あの装置にも手出しはさせませんわ。トリニティイレイジナムコポポエコ。やられはせん、やられはせんでやります。超必殺ファイルケロンスター。我が輩たちの武器は夢と希望と愛。これはペコポンに優しく壮大でエコな侵略計画なのであります。僕たちがみんなを守るです。みんな。おい、そろそろお出ましみたいだぜ。何としても倒さねば。もちろんであります。よくぞここまでたどり着いたな、勇者ども。キロロ、クルル、ラママ、ドロロ、立ち上がるであります。ケロロ RPG、 騎士と武者と伝説の海賊であります。キロ、なんじゃこれ。そんなに欲しいなら手に入れるんだな。